信じられない、こんな感動信じられない。他のところに何か話さなくてもいいっていう。話したくなったら思いっきり話していただけますか。もちろんね、話したくなったら話してください。話したくなかったら沈黙でも全然構いませんよ。片たつまいだけで語ってくださいね。サインが出た。いや どう語ってもいいんですよ。あれがてるてる坊主です。ああ。これが噂のあのてるてる坊主の元になったの形ですよね。そうそう、ぶら下がってる。あ、でも、いや、本当にてるてる坊主に見えてきた。ちょっと近くにいましょう。でも、ここ、あの、生きる石の神社って書いて、そうそう、私、石神石神社と思ったら全然違うんですよね。まあ、正しくは、大志子神社ですね。大志子。なんで石って志子って読めるんですかね。大志子もしくは、おいしこ神社。おいしこ？おいしこ神、大志子神社。鳥居の方の変額にはあの子供の子っていうのが後ろについてるんですよね。生きる石の子供の子。子供？おいしこ。おいしこ神社。これあの石があるところ、石がつく神社って、うん、これ実は石じゃない。うん、じゃあ何なんですか？牛なの。牛？牛。これも読み方だからお牛でしょ？あ、お牛が入ってます。牛なんですよね。なぜ牛なんですか？ここにあのすり物あの配布してますけど、そこにも牛の絵が描いてた。それはヒンドゥー教とかやっぱり牛を神様の使いとするその牛の考えと近いんですか？これはもうおそらく、うん、おそらく、うん、あの古代において牛を生贄に捧げてた、うん、その名残、うん、だからあの例えば大阪 の四天王寺ってありますよね、うん、四天王寺にも鳥居があるじゃないですか、うん、寺なのに、うん、あのその鳥居のまっすぐ、まあ、参道は こっちの南北なんだけれども、うん、鳥居は東西の参道に乗ってるんですね、うん、だからこの鳥居の参道のずっと延長上に、うん、五王尊っていう石の王の尊敬の尊、うん、五王尊、牛を祀ってる牛の神様を祀ってるところなんですよ、うん、そこは昔その四天王寺を建てるときに木材を牛が運んできたと、うん、で完成したときにその牛が石になったっていうんで牛を祀ってる、うん、だから牛が石になったっていう暗号なんですよね。牛が石に、うん、どう読み解けばいいんですかね。これはこれと全く同じなのが、うん、同じく大阪にある石切さん、うんうん、石切剣神社って言って、うん、そこもその神社を建てるときに牛がそのいろんな材木とかを運んできて完成したときに石になったと、うんうん、だから石の像をこう祀ってるというか安置してるんですけども、でその石切さんの方は、うん、あの宮司さんが穂積さんっていうんですね、うん、で穂積っていうともう100% 物のべしっていう、うん、まあ、古代の神道を、まあ、司ってた一族で、うんうん、ここも同じなんですよね。その聖徳太子が物のべ守屋に石を探してこいっていうんで、うん、ここにやってきたという伝説がある。聖徳太子が、で四天王寺もそうですよ。四天王寺作ったのも、うん、聖徳太子で、うん、物のべ守屋を戦争して、まあ、物部守屋を殺されちゃうんだけども、それを祀ってるという。だからその物の部氏と石と牛っていうのがワンセットで出てくるんですよね。石と牛、なんかちょっとダジャレ系になってきますけど、あの古神道とかっていうのはもう全部ダジャレほぼダジャレダジャレです。ダジャレがわからないと読み解けないというか、もう本当にそうなんだよ。へえ。物の部署はこういうふうに石をこう加工したり切り出したりするのが得意だと、まあ、その技術に長けて。そうそうそう、だって巨大ピラミッドじゃなきゃやっぱり石を軽々、うん、あの持ち運んで細工する技に長けてたっ
ていう。だからある種のフリーメイソンみたいなもんです。フリーメイソン、萎縮。そう、萎縮で。であり、あれフリーメイソン、うん、何ですよね、測って、採寸して、コンパスで、採寸して、この技術のもとに不可能と思われるほどの巨石、重たいもの、でかいものを軽々と操る。だから、まあよくね、魔術なんかでこう石を浮かべたとか、うん、まあ一説にはなんか特殊な音波だっていう話もある。私それすごいかなり信じてるんですけど。それはなんか、まあ一つ、うん、まあ単なる音だけじゃなくて、うん、まあおそらくプラズマを含めたなんかの技術があったのかもしれない。プラズマ系。それは間違いない。プラズマテレビのプラズマですか。まあ同じですね。この関与してるんですか、プラズマテレビ。プラズマ、超常現象もみんなプラズマ。霊現象すべて。もちろん。幽霊も含めて。もちろん。だからそこの。プラズマ、電気的なものってことですか。普通の原子核の周りをこう電子がこう回ってる、うん、これがバラバラになった状態。うん、蛍光灯の中とか、オーロラとか、うん、それこそ太陽とか。うん、まあ、プラズマですよ。太陽がプラズマなんだ。うん、あ、それ新鮮な驚きですね。だから最終的には太陽に、うん、実はあとこういうのもそうですよ。どういうの。これなんかもこれも炎ですから。よく橋とかあるでしょ、橋の欄干とかにこういうあるじゃないですか。こうなんかも桃とかにだって桃ってほら桃の種たくさん見つかったりとか、桃がなんかちょっと関わってくるじゃないですか、うん、神話によく出てくる桃はその不老長寿、うん、食べると、うん、まあ長生きするとか、うん、まあ、そういう千人の食べ物、千薬、千人の薬として考えられるんだよね。うん、だからあのいわゆるその鬼だとか、うん、まがまがしいものを払うときには桃を投げるとか。桃を投げる。だからそこで桃太郎っていう。桃太郎、そう、もちもちことですね。もちもち。だから鬼退治。うんうんうん。でもこれ桃だと思ってたけど、これが炎を表してる形であるってことですか。だからここは炎の、だから参道だとか、うん、橋。うん、橋なんかは、うん、この工事が必ずある。それは炎の橋なんだ。だから赤く塗ってたりする。そうそう、太鼓橋みたいな。そうそう。だからこれもプラズマ、炎。炎ですか。じゃあ水と炎のシンボルなんですね。そうそうそう、よく橋を渡る瞬間っていうのは。あ、そうですよ。だから、よくこういう形のさ、あの、インドなんかだと、これタージマハルとか。うん、ああ、こういう。イスラムの寺院。とかあと屋根自体こんな屋根ですよね。そう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 、全部炎。アラビアンナイトの時に出てくる炎を表してたんです。でこれテル坊主、太陽、三人いる、お日様に関わる。で基本的にはこれ雲で雨で、雨で、ね、雷でしょ。雷に稲妻の肩取り。お邪魔します。昨日大宮神社、うん、で大宮神社の祭神っていうのは、うん、大名無知と宿儺彦と、うん、大物主、うん、まあ大物主と大名無知は同じなんですけど、うん、まさにこっちも大名無知と宿儺彦なんですよね。大体こうワンセット、うん、いわゆる国土を建設したっていう、でまさしくそこの本殿に石の方で、これがそうですね。きた。まあ、学術的にはおそらく古墳の原質を切り出すために作って途中で放棄されたんじゃないかっていう言われてるんですよね。その放棄した理由何なんですか、ね、っていうのがよくわからない。まあ、伝説によると、うん、この地で、うん、その内乱が起きて、うん、そっちの方にかかりきになっちゃったんで、うんうん、もう、うん、途中でやめちゃったっていう、うん、それどこじゃなくなっちゃったってことなんですか。ただそれだけね、ここまで作っておいてっていう。で形もなんかね、うんうん、これこっから見るとその直方体というか立方体に見えるんだけれども、うんうん、一箇所出っ張ってるんですよね。どこですか。どこですか。あ、これなんか形もあるけど、どこ、あ、これ？そうですね。このボコンってやつですか。そう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 。
切り出してこれをこう立て、立てようと思ってた？うん、という説が。でも、ああ、そっか。とんがりを生かして。そうそう、屋根のように。でもこれどうやって立てようとしたんですかっていう余計大変な仕事じゃないですか。重機もなくてどうやって動かしたんですか。そこがもう失われてるんですよね。そういう古代の技術って。超能力もしくは音波とか なんか怪しい未知なる何かの力を使わない限り、もう神様の力でも使わない限り、これ横から縦になるんですよね。うん、でもだから本来ここ溝掘ってるわけじゃないですか。そうそう。ってことは今まだ地面とつながどっかでつながってる。まあおそらく最終的にこれ切ったはず。切ろうとは思ってたんですか。そうそう。そのはずですよね。もうかなりのとこまで切ってるはずだって。最先端技術で切り出した感があるな、上から見ると。本当にテレビのブラウン管に見えてきた。この後ろの形が。確かに。いやー。どちらにせよよく作ったな感ですね。これが仮にこう立った状態になったとすると、うん、これね、うん、全然日本と関係ないんですけども、うん、インドのビマーナっていう、うん、そっくりなんですよね。私の大好きな領域にちょっと入ってきました、うん、の神が乗っていたとされる飛行物体と乗り物、なんかちょっとこういう本当にこういうとんがり帽子みたいな形ですよね。あ、詳細に形と設計が書いてあるんですよ、うん、その経典というかビマニカシャストラっていう、お経というか経典で実在したであろう。ではその通りに作るとこんな形になるの。小野延氏の一番の、まあ、祖神というか親神が、うんうん、逃げ早日の御事って、うん、で逃げ早日の御事って、うん、あの日本って名付けた神様なんですよ、うん、名前をもともと日本ですか。昔は和国、ね、和国和のそうそうを日本って名付けた、うん、が逃げ早日の御事 でその名付けた時の様子が書いてるんですけど、うん、その時に、うん、天の岩船に乗って、うん、この国土を飛んでで上から見ていい国だっていうんで日本と名付けたって。うん、だからその天の岩船っていうのは、まあ、神話の中では明らかに神様の空飛ぶ乗り物、うんうん、だからいわゆるその水の船じゃなくて明らかに天空を飛行して空の上から見て日本を見たって名付けた。まあ、神話がねそのままで引き立つかどうかはあれですけど、うん、ひょっとしたら本当に古代においてはそういう飛行物体というか、うん、飛行船があったのかもしれないというか、うん、少なくともそういう記憶が、ね、あったんじゃないかな、うんうんうん、ちょっとこっちがあれですね、まさに出っ張っているこっちが出っ張りビバーナの上っていうビバーナかもと言われてるようなでもあえてだってこれデザインしてますよね。そうそうそう、掘り方はね、これと似たの石造物とかないんですけどね。なんでこんな形にしてるのかっていう。いや、これはたとえ切り離しても、いや、動かせないでしょ、そうそうそう、どう考えても。いや、でもこう、太刀打ちできないものが存在するっていうものを知ることはいいことですね。なんかこういう古代からこういう石を、石工の技術者って、まあ、それが中世になって、こう、フリーメイソンになっているという。うんうん、フリーメイソンのシンボルの一つに、うん、アメリカの1ドル札の裏に、うんうん、ピラミッドを書いてるじゃないですか、うんうん、でピラミッドがあってその上に三角形の、うん、で目ん玉が目光って見てますね。あれ上の部分と下のピラミッドって離れてる、うん、上の部分と下のピラミッド、ああ浮いてるってことですよね。浮いてる、あの三角形が、うん、確かにあれ、へ、あの地面についてない、うん、浮いてるピラミッドですね。下のピラミッドとこの上の三角形は隙間がある。うんうん、でここも大体密度もある。
あ、水と思えはまたここで3つが。UFO の底もこの形してる、うん、このデルタ UFO も。え、どこの？そこには飛行物体の底に三角形の 1,2,3 があって、真ん中にこう、え、真ん中に光ってる部分がね、だアダムスキー型 UFO の そのそこも同じ、うん、丸いところが3つあって、真ん中にオカマがある。真ん中に何がある？オカマ。オカマ、まあ通称オカマって言うんで。オカマって何を言うんですか？そのオカマ、あ、膨らんだ部分がこうある、ポコってある。やっぱ3にこだわってるよね、やっぱり。3によって何か力を生み出す、あの、ルールが何かしらあるってことですね。まあ、ある、まあ、ごく簡単に言うと、重力を生み出す、うんうん。それをコントロールできれば、できるんです。うんうんうん、っていうか、逆にその重力制御ができないと、絶対に UFO は作れない。うん、ああ。いわゆる UFO はできない。うんうんうん、ビマーナってでかいんだよね、すごい。うん、一つの山ぐらいあるわけですよね。うん、山をご神体として眺めるっていうのは、まあ、一種のその共通してるんじゃないですか。飛来物体。もちろんもちろん。エジプトのピラミッド、山を見上げながら眺めるっていう気持ちは通じてるような気がするんですけど。三大ピラミッドのうちの大ピラミッド、一番でかいやつのピラミッドの入り口から入って上昇回廊で、大回廊を経て最終的に現質っていうところまで行く、うんうん、このライン、うん、角度、うん、高さ、うん、これが出雲大社の、うん、今あるやつじゃなくて一つ前の高かった時の、うん、こうすっごいこの柱、うん、な高い柱使って、うん、2番目、今のやつが前の一つ前の、この間 あの柱の跡が出てきた、うん、その時の、うん、この階段の角度と高さがぴったり一致する。ぴったり一致する。なんでエジプトの方ここが一致するのか。やっぱそこにまた数字と数学の宇宙の秘密が、なんか同じ設計図を持ってたんだよ、うんうん、で現時点でも、あ、まるで浮いてるかのようにこれを伝えてるってところがまだよく掘ったもんですよ、こういう切り方っていうの。エジプトのオベリスクなんかもこういう切り方なんですよね、本当にここだけこう深く切ってって、うんうん、それこそエジプトだともう太陽の船、うんうんうん、太陽が乗る、うん、太陽はそもそも船に乗ってこう天空をっていう、うんうん、やっぱりどっかでこう天空の船っていうイメージがあるんですよね、うん、空飛ぶのに必ず船って使うじゃないですか、うん、でも最近 UFO とか本当に海中の中に飛び込んだり出没したりする。いや、海の中にありますよだからもう神様ってやっぱね、空と水の中でも同時に行き交ってたんだろうなって、うん、水だけじゃなくてこの地面の、あ、地面の奥地球の中心部も含めて。だから神様が住んでるところは高間ヶ原って、うんうん、で高間ヶ原どこだって言ったらば、うん、まあ神話構造的に言うと、うん、天なわけですよね、うん、天からこの地上に降臨する、うん、だから高千穂とかの天孫降臨、うん、スサノオもこう、うん、神の世界からこう地上に降臨したっていう、うん、じゃあ高間ヶ原自体は宇宙にあるのって話、うん、ここが究極です。いろんな神話がある中での究極、うんうん、その神々が住まうところは、うん、まさにあそこあそこ太陽、あそこ太陽に、太陽にお住まいになられて、だからエイリアンの究極はあそこ、うん、エイリアンにもいろいろ種類あるから、うん、普通に飛んできてる、まあ、エイリアンは、うん、おそらく太陽まで行けねえんじゃないかな、どうだろう、うん。でも太陽に行ってる連中がいるんですよ。なんで知ってんですか、なんで知ってんの、太陽まで行っても熱で溶かされずに帰ってこれる。そう。あの、
その技術は人々というか攻めてる、ね、その技術、うん、技術としていけるってことだよね。みんなそれを手にすれば、うん、開発すればいける、うん、だから太陽はこういわゆるプラズマのガス天体じゃなくて、うん、あの光ってるところの下には、うん、陸地があるという海がある。どこに？太陽に。太陽に陸地があり海がある。それが究極、まあ、そこに一つの別世界があるっていうこと。 そこが究極です。おー、右早日も、うん、まあ、太陽神というか、うん、アマテル、クニテル、ヒコアメのほか、カリノクシタマ、ニギハヤヒのみこと、アマテルっていう、うん、究極は太陽ですね。神様の牛っていうのは結構あって、うんうん、だってギリシャ神話とかでも牛、クレタ島とか牛、うん、牛のあのみいわゆるケンタウロスじゃなくて何でしたっけ、ミノタウロス、ミノタウロス、神殿に住んでたのはミノタウロス、半身半獣、そうそう、あれも小頭というか頭が牛っていうん でクレタ島のあそこはラビリンス、うん、ラビリンス、迷宮ラビリンスで、迷宮って迷路じゃないんですよ、うん、迷宮なんて宮迷宮で、うん、そのラビリンスの図形ってあるんですよ、うん、こうまあ、迷路みたいにこうあるんだけど、世界中にこうアークがあって、うん、大体四角で、ある種の、うん、まあ、平面じゃなくて、ひょっとしたら立体かもしれないんだよ、うんうん。これがピラミッドなの。あ？なので、こう、迷路みたいな、この二次元的なものじゃなくて、これが立体的な、これ。うん、ここにピラミッドがの。あって、うん、これが飛ぶ。ピラミッドを飛ぶ、これが飛ぶの。だからピラミッド自体が最近ほら発表されてるピラミッドじゃない、 UFO のねほら三角形があるじゃないですか、もろピラミッド型の飛行物体の、まあ、いわゆるこの三角形のやつはいわゆるデルタ UFO って言って、うん、まあこれも命の木なんだけど、じゃなくてそのピラミッドの UFO、まあ、ピラミッド型 UFO っていうのもまた一ジャンルあるんだけど、うん、このラビリンスのいうこのピラミッドは、うん、どでかい。どでかい。どでかい。東京都ぐらいあるぐらいな感じ。いやいや。もっと？一辺がおそらくというよりも、まあ、大体、日本ネットぐらい。ピラミッド。え？それが、あ、まあ飛ぶ。まあ、飛ぶ。え、まあ一つの。星みたいな、惑星、球体の惑星みたいなもんですね。球体が、ピラミッド型惑星。え、それが、高間ヶ原のお日様の中に飛んでった。それどこ情報ですか？オカルト情報。オカルト。ムーン世界情報。で、予言によれば、うん、いずれ地球に、うん、帰ってくる。いつの日か。ちゃんと新約聖書に書いてる。うん。みんな読み方を勘違いしてるだけで。天から戻ってくるって書いてある。うん。それは、まあ、この予言の中の記述だと、新エルサレムという。うんうん、うん。新エルサレムが、この地上に戻ってくる。うん。うん、で、まあ、この世の本当の終わりの情景なんだけど、うん、でその新エルサレムの形は、うん、縦横高さが高さピラミッド型、同じ寸法だって書いてある、うんうん、これを持ってみんなねキューブだと思ってるんです、うん、サイコロで、うん、じゃなくてこれはピラミッド、ピラミッド型の一辺が日本列島よりでかいぐらいのピラミッド型のものがいつか再び飛来すると、うん、まあ、近いうちにエイリアン、うん、近いうちにもう隠せないから、エイリアンの存在をちゃんと認めた時に、うん、何者よと、うん、エイリアンは、うん、そんな遠い宇宙の果てから、うん、わざわざ地球に来るのか、うん、
話に絶対なる、うんうん、アメリカ軍としては、うん、遠い宇宙の果てから、うん、来ていた方が良かった、うん、でも違ったの。違って何だったんですか。まずその、うん、まあ、これは1947年7月に起こったロズウェル事件、うん、ロズウェル事件ね、有名な。で3人のエリアが回収されて、うん、でもう調べたら分かったの、うん、まあ、もう地球人と同じ、同じ、全く同じ。え、あ、よくあるああいう ET 的なものじゃない。グレー、うん、グレーは、うん、ああいう生物はいる、うん、いるんだけども、うん、それこそ宇宙人ではない、うん、ああいう生物がいる。あら、生物の一種で、エイリアンも、うん、まあ、飼ってるって言い方もあれなんだ。エイリアンが、え、飼ってる、飼ってる、あの、使ってるのは間違いないんだ。そこがこういろいろ、まあ、あれを宇宙人だということで、うん、アメリカはそう、仕向けたいんだけど。仕向けたいんだけど。うん、でも、本物のエイリアンは、確定。確定というよりも、うん、死体はもう全部調べた。それがほぼ、ほぼ人間。ほぼという確実。ほぼに、この、だから、神様は自分の形に似せて。人種で言うと、モンゴロイド。モンゴロイドっぽい。人へまぶた。血液型、大型。うん、でも人間だわ。だけどなんかやっぱりそんなの嘘だとかそんなの思わないで、やっぱりちょっといろいろ人類も備えよって、そういう備える気持ち、学んで備える気持ち、その体制に入った方が良くないですか。うん、変わると思うんだよね、意識が、ね、うんうん、この地球人以外に人類がいるのが分かれば、うん、だってさ、そんな内輪もめしてる場合じゃないぞってことでしょ。地球同士分裂してたら、飛来した巨大なパワーに太刀打ちできるのかっていうところを本気で一丸となって考えないと。その時に重要な鍵になってくるのが、うん、日本の味。うん、なぜ同族だからさっきのモンゴロイド系であり、もちろんもう国づくりの始まりの地位を持ってる日本であり、解剖して、うん、内臓から何から血液型はもちろん、うん、遺伝子調べた、うん、で分かったの、同じ遺伝子です。本当に、あ、 それが特に、ただし、うん、日本人そのものではない、当然ながら、うんうん、でも彼らの歴史っていうのは本があったの。本、どこに、 UFO の中に何語で書かれ、 UFO 語解読できたんですかね、うん、UFO 語じゃない、一見すると見たこともない文字だったんだけど、うん、すぐ解読できたんだよ。なぜ？これが、うん、これが、この本は一体何かって、うん、冒頭で分かった。どっかで見た文字だったの？文字自体は違うんだけど、うん、まあ、いわゆるその暗号の解読でって言うと、うんうん、この配列の、うん、これね、聖書だった。あ？聖書、今ある聖書と途中から違うの、うん、冒頭部分は同じ、創世記で分かった。冒頭部分って何から始まるんでしたっけ。創世記、なんか光よりじゃなくて言葉ありじゃなくて、そういうことですか。最初に読めた、あの言葉があったみたいな、一気に解読、正確に言うと、うん、地球外じゃなくて、外じゃない、地球内のない、しかもそれで言うと、もう相当深部のない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 生物かもしれない。この地底人的な考えですか。ここにいるんだ、核にもう一つの世界があるかもしれない。全然違う空間、だからその技術というか、ブレイクスルー、うん、マジ一般の人たちがその物理的なテクノロジーでブレイクスルーを手に入れたら一気に変わる。いい方に変わる、世界が理解できるよね、うん、理解できる、うん、いわゆるもう一つの世界って、うん、重なってる、うん、まあ、宇宙論ではないよく言ったりするんだけど、同時存在する、そう、同時存在、もう一つの現実世界がある、空間がある、それが
足元の地球中心部に存在する地球の中にある、うん、そこなんだ、うん、いずれにしてもね、うん、エイリアンは帰ってくる必ずで数々の神話で 100% 言い残してますよね、はい、神はいつか帰ってくる。Thank you.